まこさんとケイさんが今日、ね、羽田からニューヨークにね、日本脱出しましたね。秋篠宮家の長女小室まこさんと夫の小室圭さんは14日米ニューヨークへ出発するために出国、机上の人となった。夫妻は午前8時10分頃都内に自宅マンションを出発し、8時40分頃羽田空港に到着。一般客とは別ルートで保安検査を受けて搭乗口に乗った。搭乗ゲートまでの道のりは警備がつき、一般客と時間をずらして搭乗口へ。眞子さんはパンツスタイルで手にパスポートと上着を持ち、小室さんはニットを着てスーツケースと紙袋を持って進んだ。二人とも指輪はしてなかった。眞子さんは前日13日、渋谷区のマンションカジュアルなパンツルックで姿で出ると、秋篠宮邸のある東京都港区の赤坂御用地を車で午後3時ごろ訪問した。渡米前最後の里帰りで午後9時20分過ぎまで6時間滞在、出国前に一家と別れの挨拶をしたと見られるってことです。結構ね、ラフな格好かっこいいんですよね、この二人ね。まあこれを見るとすごい普通の若者の二人ですよね。まこさんもなんか、まこさんも髪を下ろして前髪こうあってね、ラフな格好の方が年相応に若く見えますしね。小室さんもイケメンですよ、これは。じゃあ毎日新聞ですか。圭さんの拠点がある米ニューヨークへ向かうため民間機で羽田空港を出発した。2人は先月26日に結婚、米国で新居を確保しており、あ、もう確保したんですね。現地での生活が始まる。羽田空港に姿を現した、眞子さんは黒っぽい服を身につけ、圭さんは緑のニットセーター。現場には約100人の報道陣が集まった。カメラのフラッシュを浴びながら二人は固い表情のまま記者の問いかけには答えず、軽く会釈の後スーツケースを引きながら機内に向かった。そう、僕はちょっとね、ちょっとなんか感動したらね、眞子さんがねスーツケース引いて普通に歩いて、今までには見られなかった光景なんで、一般人と同じスーツケースをガラ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 引いて、これなんかリュックかなんか背負ってるんですかね。本当に普通の女の子になってるなっていうのが、ね、ちょっと感動しましたね。当初は仕事の都合で、K さんが先に渡米し、眞子さんはパスポート取得など準備が整い次第後から出国する予定だった。しかし秋篠宮妃紀子様の父で眞子さんの祖父である川島達彦さんが4日に死去、家族葬に出席するなどして滞在が長引いた。なるほどなるほど、どちらかというと小室さんの滞在が長引いたってことですね。一方、圭さんは12日、母親の金銭トラブルの相手である母親の元婚約者と面会した。圭さんの弁護士などによると、圭さん側が提案した解決金を元婚約者が受け取ることになり、最終的に解決したことを相互に確認したという。解決金は元婚約者から受けていた支援額に相当する400万円程度と見られている。これは本当に良かったですよね。ニューヨークにね、飛び立つ前に解決できて。まあ、ここから先はね、あとはもう文句は言えませんからね、元婚約者の人がね。ケンさんは12月8日ニューヨーク州フォーダムロースクールに留学するため渡米へ。終了後の今年7月同州の弁護士試験を受験し、9月ニューヨーク法律事務所に就職した。同月下旬には結婚準備のため一時帰国し、26日の婚姻提出後は眞子さんと都内渋谷区のマンションで暮らしていた。眞子さんは婚姻届提出後に2人で挑んだ記者会見で、圭さんの留学について言及し、海外に拠点を作ってほしいと私がお願いしましたと話していた。結婚後に判明した弁護士試験の結果は不合格で、来年2月に改めて受けると見られているってことですけど、もういいんじゃないですかね、日本出たら。いや、でも最後にね、この普通のね格好して、眞子さんとかが自らガラガラとスーツケースね、引いて歩いてる姿を見て、いや、なんか感慨深いものがありましたよね。もう一般の人なんだなっていうね。二人ともね、こう普通の格好、今までみたいにスーツとかするんじゃなくて普通の格好してると、まあ年相応のね、そこら辺にいるお兄ちゃんお姉ちゃんじゃんって思うと、いや、もう頑張ってほしいなと思いますね。もうあとはもういいんじゃないですかね、ニューヨークでね
二人で力を合わせて頑張ってほしいなと思う次第ですよ。もう日本脱出して眞子さんもすっきりするんじゃないですか。いいことだと思いますよ。まああとこっから先ね、皇室って一体何なのかとかね、そういう議論にもなるのかななんて思いますけど、まあ一段落してよかったと思いますけど、まあそんな感じです。ではでは。